一日一つ読むだけで強くて優しい子に育つ。世界一読まれた本を世界一わかりやすく、子ども聖書。聖心女子大学、鈴木秀子著、すばる社。はじめに、ようこそ聖書の世界へ。はじめまして、こんにちは、鈴木秀子と申します。私はキリスト教の教えを守って生活しているシスターです。大学で教えたり本を書いたりしています。キリスト教って聞いたことがありますか？キリスト教は世界中のたくさんの人が信じている宗教です。宗教というのは、人に生きていく力を与えてくれる源です。その教えによって、人々は心を落ち着かせることができます。みんなが迷った時、悩んだ時に、こっちに進むといいよと教えてくれる案内人のようなものです。そのキリスト教の教科書が聖書と呼ばれるものなのです。聖書はお父さんからのラブレター。聖書とはどういう内容なのでしょうか。詳しくお話しすると長くなってしまうので、こんな例えで説明してみます。お父さんがお仕事で遠くへ行っちゃったとき、あなたはどう思いますか？お父さんがいなくて大丈夫かなと不安になるかもしれません。私のことをちゃんと思ってくれているかなと心配になるかもしれません。でも、遠くにいたとしても、家族のこと、子供のことをいつも思っているよというお手紙が届けば、お父さんの気持ちがわかりますね。お家に残っているお母さんも、あなたも安心できます。聖書というのもそれに似ているんですね。聖書というのは、見えない神様が、人間にわかるようにいろんな出来事を通しながら神様の心を伝えてくれている本なのです。生きているといろいろな辛いことや悲しいことがあります。人を羨ましく思ったり憎いと思ったりしてしまうこともあります。それでも人間は諦めることなく、争うことなく、みんなで手を取り合ってこの世界を良くしていかなければいけません。そのためにはどんなことをしたらいいのか、どのように考えるといいのか、そんなお父さんの知恵を教えてくれるのが聖書です。言ってみれば、聖書というのはお父さんから子供たちへのラブレターみたいなものなのですね。いつだって生きる力が湧いてくる。あなたがもしもたった一人で島で暮らさなければいけないとして、たった一つだけ何かを持っていけるとしたら、何を持っていきますか？そう聞くと、世界の多くの人が聖書と答えるそうです。たった一人孤独な世界で生きるとしても、ページをめくれば生きる力が湧いてくる。それが聖書という本なのです。ただし、聖書は全部読もうとするととても長いですし、難しくて
大人でもなかなか理解できません。そこでこの本、子供聖書では、そんな聖書の大切な部分を子供役に跳躍して、ギュギュッと31日分に分かりやすくまとめました。もちろん聖書の教えをすべてお伝えすることはかないませんが、聖書が人々に伝えようとしていることのエッセンスは十分にお届けできるはずです。聖書には生きていく上で大切なことが書かれています。ちょうど31日分なので、毎日1項目ずつ読んでみてもいいでしょう。読み終わったら毎月おさらいをしてもらってもいいでしょう。そして悩んだ時、迷った時は、この本に戻ってきてもらえると嬉しく思います。2019年12月、鈴木秀子。